長屋タワーは、鹿児島中央駅の近くにある、ちょっと変わった、賃貸住宅。外見は、一般的な公団住宅、モダンな6階建てマンションのように見えるが、各個のベランダが、縁側のように繋がっていて、かつての長屋を現代に再現するようになっている。完成は、2013年4月。その他、1階らは、カフェ、コンビニ、クリーニングなどの店のほか、 児童発達支援事業所、住民の大きな荷物を預かるトランクルームが入り、2013年7月からナポリ通りの子供食堂も始まった。2階はシェアハウスになっていて、11世帯が入居し、みんなの共有の台所のと共有スペースがある。共有エリアでは、歌の会、映画会、食事会を開催している。3階から6階は賃貸マンションになっている。 全部で26世帯、こと人でもシェアハウスでも家族でも入居できる。血縁によらない共同体が東日本大震災後の日本社会に必要になるとの考えで建てられた。モデルにしたのはマザー・テレサがインドに作ったハンセン病患者の村。軽症者が重症者を、高齢者が他人の子供を世話するなど、相互扶助で成り立つ共同体を目指している。 株式会社ゼム郵便番号890052、鹿児島市、上の園町3-1長屋タワー2階管理人室、宮本太郎、強制保障、支え合い。の戦略岩波新書2017年、P115 プロジェクトの計画書設計図、写真もある公式、Facebook ハット長屋タワー公式サイト他世代の、共助住宅鹿児島市、お互い様精神で、 西日本新聞2014年2月13日長官、鹿児島の医師、施設の児童に朝食を、微笑み、バイキングプロジェクトが指導産経ニュース2017年12月7日。ありがとうございます。